ダビド・カル・フィゲロアはスペイン・カンバス出身のカヌースプリント選手。オリンピックでは1個の金メダルと4個の銀メダルを獲得している。1999年にクロアチアのザグレブで開催された世界ジュニア選手権ではカナディアンシングル1000メートルで銅メダルを獲得した。2000年にはフランスのブロー・ニューシュルメールで開催されたヨーロッパジュニア選手権では カナディアンシングル500メートルで金メダルを獲得し、カナディアンシングル1000メートルで銅メダルを獲得した。2000年にオーストラリアのシドニーで開催されたシドニーオリンピックの際には補欠だった。2002年にザグレブで開催されたヨーロッパ U-23 選手権ではカナディアンシングル500メートルで銅メダルを獲得した。2003年からは シニア大会に出場しており、カヌースプリント世界選手権では5個のメダルを獲得している。2003年にアメリカ合衆国のゲインズビルで開催された世界選手権ではカナディアンシングル1000メートルで銀メダルを獲得した。2005年にザクレブで開催された世界選手権ではカナディアンシングル1000メートルで銀メダルを獲得した。2007年に ドイツのデュースブルクで開催された世界選手権ではカナディアンシングル500メートルで金メダルを獲得しカナディアンシングル1000メートルで銅メダルを獲得した2011年にハンガリーのセゲドで開催された世界選手権ではカナディアンシングル1000メートルで銀メダルを獲得した彼は2004年アテネオリンピック2008年北京オリンピック 2012年ロンドンオリンピックと3回のオリンピックに出場し1個の金メダルと4個の銀メダルを獲得した。アテネオリンピックではカナディアンシングル1000メートルで金メダルを獲得しカナディアンシングル500メートルで銀メダルを獲得した。北京オリンピックではカナディアンシングル1000メートルとカナディアンシングル500メートルで銀メダルを獲得した。ロンドンオリンピックでは カナディアンシングル1000メートルで銀メダルを獲得した。ロンドンオリンピックの結果により5個のメダルを獲得したスペイン初の選手となった。ありがとうございます。